よろししくお願いします。す。AI 部門の吉川です、えっと、僕の発表は先ほどの滝沢先生の言われてたようなあのえっと深層学習を使った AI システムの、えっと、能力が、まあ、コスト的に将来頭打ちになるんじゃないかっていう話にまさに関係するような話で、えっと、自分の場合はそれをアルゴリズム的に解決するという話をちょっとさせていた、えっと、自分の研究をさせていただきます、えっと、特に自分が取り組んでいるのはその自然言語処理 でしてえっと、自然言語処理のの中でも特ににに、えっと、人間の推論に関関わわるような問題に関わっています例えば、えっと、これは文章読解という、えっと、問題なんですけどもこういうウィキペディアの文章でこれはまあ横浜市に関する記事ですとでそれに関する中ちょっと簡単な横浜市ができた当初から人口は増えましたかという単純な質問があった時に、えっと、ニューラルネットのシステムに対してイエス・ノーで答えさせるみたいなことをやると。 でえっと、最近の深層学習では、こういうトランスフォーマーといった複雑なネットワークであったり、こういう LSTM とかっていうのがあって、これに対してこういう事例をいっぱい見せることによって、えっと、学習を行うっていうようなことが標準的に行われていますで。今述べたんですけども、こういうトランスフォーマーっていうのは、いろいろなモチベーションはあるんですけども、えっと、基本的にはこういう複雑なブロックの、えっと、合成関数になっているわけです。 でそうすると何が問題になるかというと、えっと、なんか答えを出してくれるんですけれども、どういう推論過程を得て、そういう答えに至ったのかというのがわからないと。例えばこの場合であれば、この12万と370万という、えっと、当初と現在の人口をちゃんと比較して答えてくれたのか、それとも単純になんか想像、えー、もつかないような推論過程を得て答えに至ったのかというのが全くわからないことがありますと。 でそれと関連するんですけども、ニュースとかでベンチマークで人間に匹敵するような性能を示したってことが報告されてるんですけども、えっと、実はそういう単純の話ではないと。例えばテキストの変化に脆弱っていう問題がありまして、このウィキペディアの記事にか関係ない文を一個ポンとつけるだけで、なぜか推論の挙動が変わってしまうと。そういう,のがそう,いう問題が報告されています。 でえっと、深層学習によって自然言語処理でできることがいろいろ増えたんですけれども、えっとまあ、先ほど言ったようにまだまだ問題がありまして、えっと、この問題を解決して、さらに、えー、自然言語処理を推進,再推進する鍵は何かというのを考えましたで、えっと。僕のアプローチとしましては、その深層学習の中に、えっと、記号処理モジュールというものを突っ込むというのを考えています。これは具体的にどういうことかといいますと、 えっと先ほどのこういうトランスフォーマーとか LSTM アテンションみたいなものにこういう電卓、えっと理、えっと、理算的な推論をしてくれる電卓みたいなのようなものを突っ込んでみたいっていうのが目標です。で、えっと、どうやって推論させるかっていうと、この370-12は何歩だっていうのをえっと推論させてであ、そうですね、どの数に、この入力の文章中からどの数に対して 推論させるかで、その推論結果を使って、さらに回答に至るみたいな仕組みを作りたいというわけです。で、これ、まあ、この図だけだとちょっとイメージしにくいかもしれないんですけれども、ちょっと簡単な例としては、ここに書いてありますように、このニューラルネットワークっていうのは、その人間の,そのニューロンの、えっと、メッセージの伝達の仕組みを模倣してモデリングしたものですので、それを逆に引っ張ってくると、 こ、えっと、こういうよういいよなものをやりたとと言ってることに相当しますつまり脳みそに電卓みたいな、えっと、ガジェットをくっつけてで計算をしたいときには、まあ、人間の脳みそって別に計算得意じゃないのでこの外側のモジュールに計算させて計算結果を脳みそに戻して使うみたいなそういう仕組みを深層学習上で実現したいとそうすることによって賢いシステムを作ることができるんじゃないかというふうに考えています。 でこれによって先ほどの入力の12と370とかを見ずに何かよくわからない仕組みで推論してるんじゃないかっていう問題に対してより眼見な推論を行わせるように制限させることができるというメリットがありますし、えっと、電卓の入出力を見ることができますので、えっと、推論過程がよりクリアになるというメリットがあると考えています。でえっと、このような真相学習と記号推論の可能性としましてはいろいろあると思ってまして 真相学習っていうのはデータドリブンにデータから推論規則みたいなものを獲得していくようなアプローチですと。で、一方で記号処理っていうのは、えっと、人間がもうすでに分かっている算数,数学とか算数とか論理推論とか分かっているルールを記述した推論パターンになります。その2つを組み合わせることで、えっと、賢い AI システムを開発するっていうのが目標になっています。 でそういう記号処理っていうのは自然言語処理に限ってもかなり多様にありまして、まあ、言語の文法であったり、論理に関する知識であったり、まあ、あと、まあ、世の中のに関する情報などデータベースとかで保存しておいて、そういうシンボリックモジュールを突っ込むとか、さらにアンサアルゴリズムみたいなものも入れることができると考えています。で現在取り組んでいるのは、その中でも数量推論っていうものですね、要するにさっきの1たす1は2とかそういうやつですけども、 これのいいところっていうのは、その CPU レベルでサポートされたむちゃくちゃ簡単なシンボル演算なわけで、えっと、トライアンドエラーがむちゃくちゃ簡単に行えるっていうことですごいいい題材です。これを完成させてから、こういう後の問題に、えっと、えー、っと何ていうか、アプローチを拡大していくってことができるんじゃないかと考えています。で、さらに、真相学習の自然言語処理モデルに対して、えっと、こういう推論数量推論をさせながら、 えっと、ないろいろな問題を解かせるということは、えっと、今のところまだ未解決問題でして、これに対して自分のアプローチで解決できるんじゃないかというふうに信じています。でえっと、ちょっとだけもうちょっと自分のやっていることについて入りたいんですけれども、えっと、具体的にこの真相学習と記号処理を組み合わせるというのはどういうことかということについて紹介します。でえっと、そのような場合、この層あすいません、記号処理モジュールを挟んで、 えっと、ニューラルネットワークを前と後ろに分けて考えますと。で、えっと、こういうような先ほどの、えー、横浜市の記事が入ってくると、まあ、電最初のネットワークが、えっと、電卓への入力は何かっていうのを予測します。で、えっと、電卓で計算を行ってで、後ろのネットワークっていうのは電卓の計算結果と、この入力のテキストを見ながら回答するような仕組みを、えー、開発しています。 で深層学習の成功の要というのは、えっと、誤差逆伝搬法を使ったエンドトゥーエンド学習なので、えっと、今回のこういう仕組みにおいてもそれを適用したいというふうに考えています。それによってどういう学習が行われるかというとこの後ろのネットワークの推論が成功するように、えっと、前のネットワークが、えっと、この文章中から適当な数を取ってきてで電卓に渡してとていう電卓の叩き方を前のネットワークに学習させるようなことを実現するという話になります。 このようなことを実現する場合に挑戦となってくるのが、えっとまあえっと、誤差逆伝搬法っていうのは要するに微分のことなんですけどもこういう記号処理モジュールっていうのが入っているとこれは微分可能じゃない関数ですので、えっと、実は単純には誤差逆伝搬法ができないっていう大問題があります。 でもう一つの問題としましては、えっと、電卓の使い方っていうのは、明示的に教えずに、これに役立つような電卓の使い方を学習してくれって言ってるので、ある種の探索が必要で、これも難しいところになります。で、えっと、最近の発見としましては、こういうような問題に対して、えっと、こうすれば問題解決できるんじゃないかっていう、えっと、技術の開発ができ、えー、見つかりつつありますので、今のところ、研究開発中です。 僕の取り組みのもう一つとしましては、先ほどの仕組みを開発して、それを評価するデータセットの構築ということに取り,取り組んでいます。えっと、まあこれは簡潔に紹介するんですけども、あのドロップデータセットっていう、数、えっと、量推論が必要な、えっと、文章読解問題をいろいろ集めたデータセットがありまして、それに対して、えっと、クラウドソーシングを使って、そのクラウドワーカーの人々にこの文章と問題を読ませて、 え実際に解いてもらいますと。でその時にどの数量を使いましたか、数を使って、えっと、最終的な答えに至りましたかっていうのを聞いて、こういうデータセットを作るってことをやっています。でこれを使って、まあ、先ほど話していたような、えっと、電卓機能付きの、えっと、文章読解モデルの評価であったり、えっと、さらには学習に使うっていう応用を検討中って感じです。えっと 手足になりまましたが、えっとま、とめです、えっと、取り組んでいることとしましては、真、え、相、っと、学習と、えっと、記号処理を組み合わせたより賢い AI システムの開発ということですとで、えっと。今取り組んでいるのは数量推論で、えっと、後々には他の、えっと、記号処理にも拡張できるような仕組みを開発することを目指しています。で自分の取り組みとして、まあ、今述べたんですけれども、えっと、電卓機能付きの文章読解モデルみたいなものを開発していまして、 それを評価するような基盤を整理していますという感じです。で、えっと、近々の対外発表の予定がありまして、言語処理学会、まあ、もう来週なんですけども、そこで、えっと、今回話したような、えっと、最近の成果を紹介しようと思っています。えっと、以上で発表を終わります。